リョータハタチ。どうも皆さん、こんにちは、リョータです。お元気にお過ごしでしょうか。プレゼント企画の方、本当にたくさんのご応募ありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しいメッセージもいただいて、もうサッカー続けて本当に良かったなと、つくづく思っていたわけなんですが、今後機会があったらまたプレゼント企画やっていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今回はですね、ちょっと真面目な話をしていこうかなと思っております。いつも真面目に話しているつもりなんですけど、今回はですね、僕の動画をいつも見てくれてる人なら何回か聞いたことある人はいると思うんですけど、実は2年ほど前にですね、前十字靭帯という膝の靭帯を怪我をして、で手術をして復帰をしてという流れになっているんですけど、その時の怪我の話を少ししていこうかなと思っておりますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。2019シーズン、カンボジアにいた時に、残り5試合ぐらいの時ですかね。その時に、試合中に、靭帯を、痛めました。この写真なんですけど、この瞬間に、膝がプチと言った感覚は実はありました。前十字靭帯が切れる時って、大きく分けて2パターンあって、接触型と非接触型というようなこの2種類があるんですね。接触型ってのは相手とこう接触した際に膝の靭帯が切れると。で、非接触型ってのは自損事故ですよね。自分でこう切り返した時に切れるとか、着地した瞬間に切れちゃうとか、そういう感じで、僕の場合今回は接触した後の着地の足だったので、非接触型というような感じになっております。どの瞬間に切れるのと、それは大きく分けて3つあります。一つが外反ですね。この膝がこう内側に入っちゃって靭帯を痛めると。で、もう一個が膝がこう外側にねじれるような感じで外側に行くパターン。で、もう一個がこの僕の怪我をした時のやつの過伸展という感じで、伸展しすぎる感じでこうピッて伸びきっちゃう時に靭帯が痛むと。そこに結構ストレスがかかって切れてしまうという感じになっているんですけど、靭帯ってどんな役割をしてるのっていう話なんですけど、骨と骨をこうつなぎ合わせるような役割を持ってます。この指が靭帯で、ここから先が骨だとしたら、こんな感じで骨と骨をつなぎ合わせてる役割があります。で、この靭帯を守るために周りで筋肉がこう覆われていて、その靭帯を守る。靭帯ってあんまり伸び縮みしないん で結構硬いんですよ。だから周りで柔らかい筋肉でそれを補っているというような感じになっているんですけど、この瞬間がですね、試合の90分とか91分とか、もうロスタイム入ってるぐらいの時間だったんです。結構試合もこう行ったり来たりのカウンター合戦みたいな試合だったので、ディフェンスの僕も結構疲れていて、で裏にボールが流れていた時にこうアイスをバンってぶつかって右足をついたら、こうグッと伸びきってしまって、そこで痛めてしまったという感じになっております。痛めた瞬間は、確かに変な感じでついたのは間違いないし、なんか変な音が鳴ったといえば鳴ったかなという感じなんですけど、まさか前十字靭帯が切れてると思っていなかったんですね。それはこの過伸展で切れる、グッと伸びきって切れるパターンって、前十字靭帯断裂の中でもかなりレアなケースなんですよ。基本的にはこう膝がこう内側に入って切れるパターンが7割とか8割とか、ほとんどがそっちを占めているので、このパターンは僕の周りでもいなかったですし、自分がそういう知識なかったので、まさか前十字靭帯切れてるなっていうのは、自分の中では否定をしていたというような感じになっていて、で試合終わってからもそんな別に腫れてもいなかったし、アイシングして圧迫して、で次の試合に準備するというような感じだったんですけど、ちょっと痛みがあんまり引かなかったので、次の試合はキャンセルして、その次の試合に出るためにしっかり休もうというような感じでリハビリをしていました。クラブにはドクターというかトレーナーもいなかったので、いたのはこう鍼灸師しかいなかったので、こう膝がしっかり安定してるかみたいな、そういうテストもできる人がいなかったですし、そもそも僕の住んでた街に MRI がなかったので、プノンペンという首都に行って MRI と機械で膝を診断してもらったんですけど、その時に ACL の疑いがあると。 ACL っていうのは前十字靭帯の損傷または断裂の疑いがあるというような感じで言われたんですけど、そのドクターも結構適当なことを言っていたので、これは骨が折れてないねとか、ちょっとよくわかんなくなったんで、初めから僕もあんまり信用していなかったというのもあって、その診断結果が来た時に、いやさす
すがにこれはないだろうと思っていたんですけど、まあ日本海でチェックしてみたら、もう MRI 取る前にこのテストでこれはもう手術必要だねという感じだったので、日本に帰って手術することに決めました。こんな感じで僕の靭帯は切れていたと。ちなみにその次の試合は休んで、その次の試合90分出たんですけど、開始3分ぐらいでやっぱ膝がこう抜ける感じ、クッてなんか自分の膝じゃないような、膝から下がなんか遊んでるような感じだったので、靭帯としての機能は残っていなかったのかなという感じで、まあ手術をしましたね。で、手術って言われた時に、まあ最低でも復帰までに6ヶ月から8ヶ月、現場に復帰するまでに6ヶ月から8ヶ月なので、そっからチームに合流して心肺機能を戻していくという感じなので、かなりまあ1年ぐらいはかかるだろうと言われていたので、どうしますかって言われた時に、でも一瞬悩んだんですけど、まだサッカー本気でやりたいし、やり残したこともいっぱいあるので、まあ手術しますと、だから最速の日にちでお願いしますという感じで手術を行いました。で、僕が今回この怪我をしたシチュエーションなんですけど、疲れている状態の時に膝の周りの筋肉を使えていなくて、全部靭帯でストレスを抱えてしまったっていうのが一番の原因あると思うので、靭帯が切れるっていうことに関して全部が膝だけ の原因じゃないんですね。他の周りの筋肉をしっかり使っていることで靭帯を守るっていうのも一つですし、そもそも怪我をしないような足のつき方とか、そういうのもいろいろ学べたので、今回僕のこの怪我に関しては、怪我してよかったとは言いたくはないですけど、怪我をして学べたこともめちゃくちゃあるし、その期間にいろんなことも学べたので、まあ、怪我の巧妙ってこういうことなんだなってすごい感じることができました。もう一回やっちゃうとか、再受傷してしまうとか、そういうリスクってすごい効くと思うんですよ。実際には手術をして1年以内にもう一回切っちゃうっていうケースは結構あるみたいで、ただそこを乗り越えて、まあ、さらにパワーアップしてって考えると、選手としてのポテンシャルっていうのはおそらく上がると思うんですよ。で、僕自身もこの筋肉量は手術前よりもはるかに上がっていて、怪我をしないような体作りを作ろうっていう意識にも変わったので、本当怪我が教えてくれたことだと思うので、この怪我を絶対に無駄にしないように、そういう心構えになれたので、まあ、めちゃくちゃいい時間を過ごせたかなと思うので、もし怪我をしてる選手とかいたら、まあ本当に落ち込む必要は一切なくて、逆に自分が強くなるチャンスだと思ってやれば、必ず今後につながってくると思うので、ぜひぜひ怪我を乗り越えて、さらに強くなる自分を想像しながらトレーニングしてみてください。ちなみに今までやった手術全部で2個あるんですよ僕。で、1個がこの前十字靭帯断裂の再建術っていう手術をしたんですけど、もう1個が親知らずを取るための手術でした。なので今まで本当に大きな怪我をしたことなくて、まあちょっと怖いっていう気持ちはあったんですけど、まあ、手術中しっかり起きて、モニターに映ってる自分の膝の中を見ながら、先生と一緒に靭帯をこう再建していく様子を見れたので、なかなかいい経験ができたかなと思うので、ぜひ皆さんも自分の体についてよく知るっていうのは大事だと思うので、勉強してみてください。こんな感じで今回の動画は以上となります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。相席食堂やってるんですよ。相席食堂、こんなオープニングです。